高熱選手権ということで、どれだけ高い体温を出せるか、体温を上げられるかという戦いなんですよ。僕今回サウナに行きたいと思います。まあ温泉の方に撮影許可を依頼したところ、他の人を映さなければ撮影していいですよということなので、そちらで撮影していきたいと思います。アメコ好きってのサウナ好きとしてね、遊ぶ気持ちでいっぱいです。今日はオフです。いくぞー。はい、よろずでーす。高熱を出すために、まあ、必要なことって言ったら風邪をひくことなんですよね。でもね、やっぱ誰しも風邪をひいたら熱を出すと思うんですけど、どうやったら風邪をひくかなーって考えた結果、一日かけて川にいればさすがに風邪ひくんじゃないかなと思いまして、アルゴリズム更新をねやっていこうかなと思います。見ました、連日のね雨でね、ちゃんとね増水してくれてます。はい、3日体を冷やして、風邪をひくことで熱を出して、40度、ないしね、41度、2度ってね、出していきたいなと思います。ここは、キッチャベッツは、ラチが開かないんで、早速やっていきたいと思います。はい、ということでやってまいりました高熱選手権ですね。僕は新型コロナウイルスのワクチンを打って、その副反応で異次元な高熱の方を出していきたいなと思っています。ワクチンの副反応っていうのは2回目の方が重症化しやすいって言われてるんですけど、僕は今回その2回目の接種でございます。1回目に関しては1ヶ月くらい前に打ったんですけど、2日目で39度、3日目で 38.5 度と、1回目の時点でもう重症化してしまっているという。おお、キモ、めっちゃキモ、めっちゃキモ。正直ね、この高熱選手権っていう企画、誰が考えたのかはわからないんですけど、まあ結構まあおかしいんじゃないかなっていう気持ちはあって、まあ熱を故意的に出すっていう行為自体があんまり日本では見られてない文化だと思ってて、まあ完全にそのアメコズって結構カルチャーが違うなっていうところありまして、まあダイバーシティなんで、まあいろんな人がいてまあいいと思うし、まあ10人10種みんな違ってみんないいと、そういう考えもねこう尊重して企画にしていけたらなと思うので、それでは、接種会場に向かいたいと思います。行ってきます。パスの人。というわけで入っていきたいと思います。熱っ、熱い熱い熱い。75度です。もう狭いのでもう暑さがすごい充満しやすいってこともあって、多分すごい熱くなってるかなと思います。じゃあこのまま10分、行こう、10分行こう。10分を待ちます。こんな熱いの？マジ熱い、マジ熱い、マジ熱い、マジ熱いやん。こんなんなんの？はい、ケニーでーす。何しに来たの？いや、俺は運動を結構早めに終わったから、もうなんかちょっとケニー邪魔していこうかなと思って。お前邪魔しかしないじゃん。今日出た動画も邪魔してたよ。でもケニー今これ熱い深いわけでしょ。深いわけでやる。誰？あいあいあいあ。ああああああ。あい。あい。いやあ！ちょっと待って、こんな暑いの。マジで。ちょっと待って、暑いぞ。ちょっと、熱い！熱い！あ、待って待って。ちょっと待って、ちょっと。暑いんでね、ちょっと一旦退避します。あ、やんで！なんで！なんで俺邪魔してきたのに、邪魔されてきたの？ちょっと待って！ちょっと待って、固められてる。ちょっと逃げます。サウナってね、自分との戦いではあるから、やっぱ人が出たから出るとかそういうわけにはいかないんですよね。やっぱね、よくねサウナの基準として、俺10分いける、俺12分いけるよとか、これもうあくまで自分との戦いだから、それって全く関係ないんです。自分がきついと思うまで入ってください。
まだ行けます。バカですね。ワクチン接種お疲れ様でした。ちょっと痛かったんですけど、まあ注射ってこんなもんですねっていう感じですね。で今とりあえず家帰ってきて、現在夜10時となります。とりあえず今のところの症状ですと、上にちょっと倦怠感があるというのだけで、まあ、おそらく熱はないなっていう感じはしてるんですが、まあ、念のため熱を測っていこうと思います。7度6分ですね。7度6分ですね。7度6分、7度6分ですね。終わり。はい、というわけで言いまして、家に帰ってきたんですけど、川出た後で、まあもう3時間ぐらいだったのかな。現在の体温の方を、ね、測っていきたいと思います。体温がですね、36度6分ですね。体調としてはマスク風です。体調としてはそろそろちょっと限界なんで出たいと思うんですけど、もうちょっと俺ならいける。限界を超えろ。よっしゃ、いけるぞ。いけるいける。死ぬ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 。ゼロといきます。無情にも音は聞こえてしまいました。体温 39.1 度。